田大地が語った苦悩と葛藤、イタリアのレベルじゃないのかなとか考えた時期もあった。鎌田大地が合宿初日の3日、苦しんだ今シーズンを率直に振り返った。練習自体も連戦が多くて、インテンシティのある練習をするタイプの監督でもなかったので、自分でランニングメニューを入れたり、帰って筋トレをしたり、気持ち的にしんどいシーズンだったけど、うまく頑張ってやれたのかなと思う。その間に日本代表はアジアカップに参戦。自分はいけなかったけど、優勝して欲しかったし、一ファンとして見ていた、と、ハイライトなどを通して映像も確認していたというが、結果はベスト8敗退に終わった。あれだけアジアカップに入るまではチームとして良かったし、サッカーってやっぱりわからないなと思った、と本音を吐露した。また自身については、ドイツから違うリーグに行って練習をしている中で、自分自身がラチオのレベルじゃないという風には思ってなかった。その前に実績もちゃんと残して、ステップアップとしては問題のないレベルだったと思う。ただ、試合に出られなかったりすると、イタリアのサッカーに合ってないのかなとか、イタリアのレベルじゃないのかなとか、いろいろ考えた時期もあった。そうじゃないと自分の中ではっきりできたのは良かったのかなと思う。イタリアのサッカーに適応したのはすごい、かなり攻守に成長していると思う。むしろイタリア経由プレミアの方がドイツから直で行くより成功率は高いと思うので、結果として最高の巡り合わせになっているような気がする。監督に合う合わないはどうしようもないよな。サッティとの出会いは鎌田にとって不運だったし、ある意味サッティにとっても不運だったのかもしれない。トゴールと出会わせてくれたクラブ、って点に感謝を示してしれっとされたのは良かったと思う。むしろ変に色気出してされない状況になってから、ブドールじゃない別の人に監督を任せることにした、とかあの会長ならやりかねないし。やはり色々と苦労してたんだね。そこを一つ一つクリアしていき、最終的にラチアーリを虜にしてしまうのだから、さすが鎌田大地、アジアカップ不調は鎌田選手不在が原因なので、これから全ての代表戦で我々ファンに勝利をプレゼントしていってください。やっぱり代表のジャージがよく似合う、お帰り、代表頼んだよ。やはり腐らずに陰で努力した賜物だよね。やはり代表には鎌田が必要だって証明してほしいし、それができるのが鎌田って信じてるから期待している。監督交代でフォーメーション変わってボランチができたことが大きい。鎌田と源部寺のダブルボランチが機能してチームの調子も上がってた。代表は間違いなく鎌田がいなくなったことで全てのバランス崩れてたよ。アジアカップも北朝鮮戦もそう。復帰できて本当に良かった。日本代表の練習用ユニがめっちゃローマムっぽくて、ローマム決まったのかと一瞬思ってしまった。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。